んにちは。今回はメルカリなどのフリマアプリ、フリマサイトの発送作業は脅迫性障害 OCD の確認行為の暴露法に最適というお話をします。ただ一つお話をする前に申し上げておきたいことは、 OCD というのは実に様々な症状がありまして、その組み合わせも人それぞれです。例えば今回のお話にある発送作業のために必要な梱包をする、封をするということですが、確認に悩まされている方の中でも梱包や封をすることは問題ないという方もいらっしゃると思います。そういった方にはあまり関係のないお話になります。しかし、そういえば梱包や封をすることにも時間がかかるんだよなという方には、改善へ向けてのヒントになるかもしれません。それでは早速、フリマアプリ、フリマサイトの発送作業が暴露法に最適ということについて。なぜこの発送作業が暴露法にいいのか。理由は、適度な時間を置いて必ず答えが出るからなんです。同時にその適度な時間は、確認行為やそれに関わる不安や心配から自分自身を話すタイミングを作ることもできます。売れれば発送のために梱包をします、封をします。 OCD の人にとってはここが難関になります。ちゃんと綺麗な状態か、ゴミは入っていなかったか、あれやこれや、やっぱりもしかしたらと心配がつながっていきます。間違いなく商品を入れて封をしたのに、もしかしたら違うものを入れてしまったかも、挙句の果てには商品を入れ忘れてしまったかも、なんてことまで考えて、場合によってはせっかく封をしたものをまた開けて、封をしてまた開けて、そんなことを繰り返す方もいらっしゃるかもしれません。それはとっても疲れることですし、辛いです。一つの発送作業に時間がかかりすぎて、そんな自分にうんざりもするでしょう。ひょっとしたら、だからメルカリなんかに出品するのはもうやめたという方もいらっしゃるかもしれません。でも諦めないで、この発送作業を利用してみてください。発送作業は暴露法に変えることができます。暴露法は不安なことをあえてやることでもありますが、この発送作業においても一つ一つ確認したら、よしと思いを切って封をしてしまいましょう。そのようにして、もう確認しないを挑戦していきます。心配であれば、封をする直前に携帯、スマホで写真を撮っておくこともいい方法です。この写真を撮ることについてですが、このチャンネルでは、例えばガスや鍵の場合は、時間が許される限りはスマホよりもペンと紙を使って、自分の目で見て自分の手でちゃんと確認したことを書くということをお勧めしています。その方が自分の体を使いますので、より五感に染み込むからなんですね。ですが、このフリマアプリ、フリマサイトの梱包の場合は、不安であればむしろ携帯、スマホで写真を撮ることをお勧めします。これは売れたものを発送するという特質上、スピード感とリズムを持って進めることを癖づけるためです。時間をかけない方が面倒な気持ちが軽減されますので、今後も出品、発送の一連の作業を続けやすくすることができるんですね。さて、出品したものが売れて発送しました。その後は数日後にはお相手からの評価という形で、ちゃんと届いたかを必ず答え合わせすることができます。評価がなかったとしても、取引終了という形で必ず結果がわかります。何か問題があれば、ご購入者様から何かしらのアクションがあるでしょうし、そうしたらそれはそれでその時に対処すればいいことです。このお相手に届くまで、取引終了までの時間、これは絶妙な時間です。なぜならここに OCD の暴露法に大事なことが内包されているのです。
それはつながっていく不安から自分を強制的に離す時間ということでもあります。ところで皆様は外出した時や出勤途中にこんな経験をしたことはないでしょうか。鍵やガスのことが気になって、せっかく目的地に向かったのに自宅に引き返してしまった。心配で他のことが手につかなくなり、ついには状況を知りたくなり自宅に戻ってしまった。これは本当に疲れる行動なのですが、それは言ってみれば遅刻しようが何しようが家に戻れる環境であるとも言えるのです。しかしフリマアプリのようなものでは、一旦発送したら追跡で途中の経過はわかるとしても、基本的にあなたにできることはもう何もありません。発送したらもう発送業者さんに委ねるしかありませんし、なるようにしかなりません。このお相手に届くまでの時間が、不安や心配と自分自身を切り離す、これは練習と言ってもいいかもしれません、程よい時間なのです。それでも心配は募ることもあるでしょう。そんな時はどんな風に送ったのか、封をする直前に撮っておいた写真を見るようにします。最初は不安がつきまとっても当然のことです。しかしこれはぜひ数をこなしていってください。暴露法はやればやるほど慣れていきます。そうしていくうちに、案外自分が思っているよりも気楽に梱包しても大丈夫なのだなということも分かってきます。そして嬉しいことに、売れれば自動的に売上金が入ってきます。これはとってもありがたいことです。おまけに身の回りの空間も片付いていきます。フリマアプリ、フリマサイトを使うことはメリットが多いのです。それにはまずは出品もしてみましょう。今回はフリマアプリの発送作業は OCD の確認行為の暴露法に最適ということをお話しいたしました。 OCD は辛く苦しいものですが、暴露法というのは私たちの人生そのものに挑戦をもたらします。簡単ではないこともありますけれど、暴露法を手助けしてくれる経験者さんのお話もネット上にはあると思います。その方々の体験談やお知恵もお借りして、恐れずにどんどん踏み込んでみてください。 OCD 強迫性障害、同じように経験した私から、あなたのその症状が必ず和らいでいくことを確信して祈っています。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは。